エドガー・ダービッツ、エドガー・スティーブン・ダービッツ、エドガール・スティーブン・ダービッツ、1973年3月13日体は、元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF、元オランダ代表。アムステルダムにあるオランダの名門サッカークラブ、アヤックスの下部組織、アヤックス・アカデミーを経た後、1991から92シーズンデビュー。 1994から95シーズンには、パトリック・クライファート、ヤリ、リトマネン、フィンランド代表を等と共に20歳の若さで AC ミランを下し UEFA チャンピオンズリーグを制覇する。その後、トヨタカップにも来日、グレミオーを PK 戦の末下して、世界一の称号をもてにする。翌年の UEFA チャンピオンズリーグも決勝まで勝ち進んだが、 ユベントスに敗れた。その活躍が認められ1996年には、イタリア、セリエへのビッグクラブ、AC ミランに移籍。入団1年目は15試合に出場。しかし、2年目は開幕直後に、ペルージャ戦で GK と交錯して骨折してしまう。その後、1997年に、ミラン首脳陣は、シーズン半ばに彼との確執を理由に、彼を放出。 同セリエへのユベントスに移籍させる。名門に加入した彼は、1997から98、シーズン途中加入ながら、スクデット、当時25回目に多大な貢献をして、チームメイトの皆が信頼を寄せた。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で81位に選出された。2000年には、薬物使用。 筋肉増強剤ナンドロロンに引っかかり出場停止となってしまう。本人は緑内障の治療薬に含まれる成分が原因とコメントしているが、オランダ代表だったフランク・デ・ブールも同時期に同様の薬を服用したとして出場停止処分を受けている。ユベントスとの契約は2001年までの予定であった。しかしながら2004年6月まで延長となる。 この契約更新後、両者の関係は悪化していく。CL でのアーセナル戦において、当時監督のマルチェロリッピが彼を休養させるため、クロアチア代表でもあるイゴールト同僚を起用すると、この起用策に怒りをあらわにした、彼は生中継中のメラに、ゲームに出さないなら、チームを、俺は、離れるだけだ。とぶちまけた。これに、ユベントス首脳陣はダービッツに、多額の罰金を課し、 関係はますます悪化する。2002年、ダービッツは、ローマにもラブコールを送っているなどとも囁かれた。ローマは高く、彼を評価し、一時は遺跡も話に出たが、モッチ GM はそうはさせず、白紙となる。2003から04シーズンは、プレシアから若手のガーナ人、ステファン・アッピアーの入団により、ポジションを奪われ、プレーするのは、重要度の低い試合ばかりとなる。 プレミアシップの競合、チェルシーの大物会長ロマンアブラモビッチからの多額のオファーもあったが、彼は首を縦に振らなかった。一方、当時の代表監督、ビッグ・アドフォーカートは、アヤックス時代エドガーが共にプレーしたこともある。元 FC バルセロナの監督のフランクライ・カールトに、レンタルという名案を提案する。これを首脳陣も心よく納得し、スペイン。 リーガ・エスパニョーラの FC バルセロナへと進展地も求めた。こうして2004年1月11日に正式に移籍が発表される。これでダービッツはエウロまでの十分な環境を手に入れた。これは両チームにおいても効果的であったことは間違いない。1月17日、アスレティック・ビルバオ戦、結果1から1にデビュー。ダービッツの加入によって、 バルセロナの中盤の守備がしっかり安定し、不振に苦しむチームをリーグ2位に押し上げる最大の原動力となった。その後2004年7月、シーズン終了後に大量補強を睨んだ、イタリア、セリエ A のインテルへ完全移籍、その戦場を移すこととなる。しかし、序盤戦はスタメン出場をしたものの、徐々に戦術の関係で出場機会は少なくなり、 同ポジションの豊富な選手層もそれに追い打ちをかけた。次第に、マンチーニ監督との関係も悪化し、インテルを退団。2005年に、イングランドのトットナムに移籍した。入団1年目は、トットナムの好成績を後押しする形での貢献を、したが、2年目になると、コート・ジボワール代表で、パスマイスターの異名を持つデディエゾからの入団、対等もあって、出場機会が減少。 そのこともあってか、出場機会を求め、2007年1月に、フルスアヤックスへ11年ぶりに復帰した。2007から08シーズン開幕前の、プレーシーズンマッチ後はヘッドイーグルス戦に、プロテクターをつけずに出場、案の定左足蛍骨を骨折し長期の離脱を、余儀なくされた。2008年6月に、アヤックスからリリースされ、約2年間のブランクを経て2010年8月に、 イングランド、フットボールリーグチャンピオンシップのクリスタルパレスへ移籍するも同年11月に退団した。2012年10月、フットボールリーグ2のバーネット FC に選手兼任監督として加入すると発表された。2013年12月28日に行われたソールズベリーシティ FC 戦で2枚目のイエローカードを受けて退場処分、試合後審判への不満から、 現役引退を表明した。オランダ代表デビューは1994年4月20日、アイルランド戦。1998年のフランスワールドカップでは6試合に出場。決勝トーナメント1回戦ユーゴスラビア戦では、試合終了間際に強烈なミドルシュートを叩き込み勝利に貢献している。エウロにもフランク・ライカールト監督にられて全試合に出場し、 ベスト4進出に貢献した。しかし、ルイス・ファン・ハール監督に率いられた2002年、W 杯欧州予選では、チームの低迷、ファンニス・テルローイの離脱等からその姿を、日本、韓国に表すことはできなかった。2004年エウロ2004ポルトガル大会では、準決勝ポルトガル戦まで駒を進めた。その後、代表監督、 ディック・アドフォカートが退任し1990年代の伝説的選手でもあったマルコ・ファンバステン代表監督に就任。彼はエドガーを代表キャプテンに指名したが、インテルでの出場機会の激減により、代表の座から遠ざかっていった。また、2006年ワールドカップでは代表候補まで選ばれたが、最後に落選して出場することはなかった。国籍はオランダであるが、 生まれは南米のスリナム共和国。代表のチームメイトでもあるクラレンス・セードルフやジミー・フロイド・ハッセルバ・インクも同国出身である。2000年、左目に緑内障を発症し、失明の危険もあったが、手術により克服し特殊防護ゴーグルを着用することとなった。そのゴーグルは彼のトレードマークとなっている。FC アウクスブルクに おいのロレンゾ・ダービッツが所属している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。